せちにお雑煮に楽しい大忙しです。いらっしゃい。一週間ぶりにあなたに会えると思うと、朝から夢見心地でした。どこか変わりましたか？待ってください。自分で答えを見つけたいので。口紅の色を変えましたか？前よりもさらに魅惑的な唇になったように感じます。思わずキスしたくなるような。じゃあ服装かな。その服、今日初めて見ますね。とてもよくお似合いです。でも服装だけじゃない気がするんですよね。もっと別の何かがあるような。アイメイクでしょうか。メイク前もメイク後もあなたは可愛いな。わかりました。
前髪を少し切りましたね。俺の大好きなあなたの顔が前よりよく見えるようになりました。バレちゃいましたか。あなたの予想通り、実は見た瞬間に気づいてました。でもあなたを褒める理由が欲しかったので、あえて違うことを言ってたんです。褒めるというか、俺はただ感じたことをそのまま伝えてるだけなんですけど、たまにあなたが照れて反応に困ってる時があるので、やりすぎないようにしようって。最近は褒めたいことを半分に抑えるように頑張ってるんです。大丈夫ですよ。そばにいればある程度のことはわかりますから。